ただいま定時財産推進計画2017を決定いたしました。ビッグデータや人工知能を駆使し、世界に先駆けた課題解決を行うため、データ利活用に関する契約ガイドラインの策定や不正利用を防止するなど、防止する方策などソサエティ 5.0 の基盤となる制度を整備します。地方創生の起爆剤として、世界で通用する地方の中小企業の技術を知財で守り育てるとともに、付加価値の高い農産物を品種登録や GI で保護しつつ、ブランド価値を高め、攻めの農林水産業を形成します。創造性や知的マインドを、知財マインドを小学校段階から育成するため、産学官が連携し教育現場を支援する知財創造教育コンソーシアムを2020年度までに全ての都道府県に設立することを目指します。我が国の魅力を発信し、世界から観光客を呼び込むため、アニメで取り上げられた風景をファンが訪れやすくし、新たな観光名所にするなどの取り組みを進めとともに、ロケ支援などの映画産業の振興策を抜本的に強化します。我が国の地と文化資産を集めたデジタルアーカイブの構築に向けて工程表を作ります。知的財産は誰もが創造し活用できる我が国の貴重な支援です。イノベーションと魅力的なコンテンツで我が国の国際競争力を高めるため、政府一丸となって知財戦略を進めてまいります。ありがとうございます。それではプレスの方はご退出をお願いいたします。